こんにちは、みなっちです。今日紹介するのはパナソニックのルミックス DMC-FZ1、 2002年発売の200万画素のコンパクトデジタルカメラです。レンズのスペックは 35mm カメラ換算で 36mm から 432mm の高倍率ズームのカメラです。絞りが F2 の透視、ワイドからテレタまで F2 の透視で、明るいレンズになってます。2015年の4月にヤフオクで買いました。1887円足す送料700円でした。当時はまだジャンク遊びを始めたばかりで、まあ、ヤフオクを利用することも多かったです。まあ、今はハードオフとかで安く買えるんですけど、例えばこれ1887円で買った FZ1 なんですけど、後ろに置いてある、例えばこちらの FZ5、この FZ1 の後継の機種になりますけど、こちらはハードオフで540円で買って、まあ全て動作が問題ないと。でこっちにある FZ8、これまだちょっと値札を剥がしてないんですけど、324円で、買ってきたんですけど、これも、感動品と、いうことで、まあ、ジャンク遊び始めた時は、まだ右も左も分かりませんでしたので、ヤフオクとか、まあ、カメラの北村とか、まあ、ハードオフに行っても中古、ジャンクじゃなくて中古を選ぶことが多かったんですけど、まあ、初めはやっぱ分からないので、中古やヤフオクとかで動くと書いてあるものを買っていくのがおすすめかなと思ってます。この FZ1 なんですけど、実はすでに故障していて、ここにシールで印をつけてます。 CCD 不良2016年11月、ということで汚い字で、分かるように書いてます。まあ、このカメラの、いい点から説明していきたいと思いますが、このカメラ本当に機能的には素晴らしくて、電車を撮影する上で必要な機能が全部ついてる、と言ってもいいぐらい、のカメラに、なります。まずは、そうですね、マニュアル操作が、できると。ちょっと動かし方は複雑っていうか分かりにくいところあるんですけど、マニュアル操作が、できます。ここにダイヤルに、なくてこの辺のボタン操作で、操作していくんですけど、できます。で、レンズが、明るいレンズを、利用していて 2.8 同士で、まあ、432mm まで、撮れるということですね。広角から、ズーム、までよく撮れると。で、どこだ？ここに、書いてますけど、メガ OIS、パナソニックの光学手ブレ補正が、ついているので、望遠でも、ブレずに撮れるというところ。あと、ここですね。ここ。ちょっと動画だと見れないんですけど、EVF、まあ、EV ビューということで、電子のファインダーが、ここに、ついてます。動画でもなんとかギリギリ見えるか。で、まあ、これ好き嫌い、まあ、嫌いっていう人も、いるかもしれないんですけど、まあ、オートフォーカスで使う分には、非常に、使いやすいなと個人的には、思ってます。でまた、連写機能もですね、これ4コマ秒ということで、早め、まあ、この2002年のカメラにしてはだいぶ早めの連写ができる、感じですね。まあ、連写ちょっと期待しすぎると、まあ、構図をミスってしまうこともあるんですけど、まあ、連写を頼っちゃおうかなって思うぐらいに、まあ、4コマ秒だったら使えるかなと思います。そして、一番のいい点なんですけど、このカメラですね、アダプターと、フードが、これ純正で、ありまして、使えるんですね。ここのレンズの先をこう外してあげて、この、アダプターをここにこうつけるとか。で、ここに、フードをこう
けると。はい。まあ、ヤフオクで、買いましたんで、このアダプターとフードも、ついてきた形ですね。で、このアダプターは、結構優秀で、ここに、ネジが、切ってあるので、ここにテレコンをつけたり、することが、できます。まあ、テレコンですね。テレコンをつけることが、できます。まあ、55ミリのフィルターサイズなんで、うん、まあそれを使ってフィルターとか、テレコンをつける。テレコンつけると言っても、何もつけなくても432ミリまで望遠できるんで、まあそんなにテレコン使う必要はないと思うんですけど、はい、つけようと思えばつけれると。で、悪い点なんですけど、まあこれは結構好みが分かれるところかなと思うんですけど、まあ私個人的にはちょっと映りが悪いのかなと思ってます。うん、3.2 分の1の CCD で200万画素。ということなんですけど、まあ、同じような200万画素のデジカメでも、まあ、綺麗に映る、これに本当に200万画素かって思うぐらいの、デジカメあるんですけど、このデジカメは、まあ、200万画素通りだなって思うような映り、うん、だと思っています、うん。まあ、インターネットなんかで調べるとなんか映りがいいって書いてあるサイトとかも、見受けられたんですけど、まあ、個人的にはそんなに本当にいいかなとは、思ってます。それでは作例を見ていきます。まず1枚目がこちら、相鉄線ですね。まあ、感度100で、まあ、絞りは当然開放ですね。で撮影してます。まあ、200万画素通りの映りなのかなっていう感じですよね。続いて、同じ場所の反対側がこちら。こちらも感度100で撮ってるんですけど、まあ、感度100でもノイズが、まあ、乗ってるような感じには見えます。続いて、望遠マックスまで望遠したテレタン 432mm の作例がこちら。感度は400まで、上げてます。まあ、100でもノイズが乗ってたんですけど、感度400まで上げても、まあ、このレベルなので、まあ、ノイズ的には、まあ、見れるレベルかなと思ってます。これ JR 横浜線の中山駅の近くですね。この場所、てかこの構図すごく好きなんですけど、20分に1回しかこの構図で撮れない、うん、各駅停車を、急行、快速が追い抜くのが20分に1回しかないので、その時だけこの構図で撮れるんですけど、ま、この場所のこの構図は非常に、ちょっと動かしてみたいと思うんですけど、ま、これ電源入った状態でピントを合わせて押すと。そうするともうま、白く飛んじゃってますよね。で、これがま、CCD 不良。なんですけど、例えばこれで、明るさを補正して、上げて、うん、マイナス2 EV まで、下げてあげて撮ると、うん、まあ、これでもだいぶ明るい。うん。で、多分これパソコンに取り込んでみると、横線がガーッと入ってる感じになってると思うんですけど、うん。まあ、コンデジでよくある、CCD 不良ですね。うん。まあ、ジャンクカメラあるあるかなと思うんですけど、まあ、ジャンクカメラを買うときは、この CCD 不良だけは、チェックしておきたいポイントかなと、思ってます。うん。まあ、これはジャンクじゃなくて中古で買って、まあ、1年半ぐらいでこうなってしまったんですけど、うん、まあ、ケーブルの接触不良とかの場合も、あるんですけど、まあ、コンデジを直そうと思ってもなかなか修理が難しくてですね、私も何度か分解してみたことがあるんですけど、まあ、中身が複雑すぎて細かすぎて、ちょっと直すのは難しい。うん。バラバラにしてもまた同じように組み上げるだけでも大変ですし、組み上がったとしても CCD 不良だったらまあ直らないので、うん。労力の無駄になることが、多いのかなと思います。
まあ、この FZ1 は、うん、もう十分活躍してくれたので、まあ役目を果たしたかなと思ってます。ということで、今日はパナソニックのコンパクトデジタルカメラ DMC-FZ1 を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。